ってことは、うん、ただ晴天体制とリズネルのブロッカーがいないと6点どころか、うん、11点なので、そうそうそう、ブロッカー2体は立たせておかないと、うん、2体でしょ、うん、まあ、天呪文が使えるようになったらでかいですけどね。使いますね天呪文ね、うん、ただ俺のリズネルに飛びますよ。ああそうだ、うん、じゃあダメです、うん、意味ない、どっちみちだ、うん、オーラが来ると大変なんですよ。ザルガンを4発撃てば終わる。いや3発で、あ4発だ、俺12だった、そう。ザルガン呪詛を撃ってから生前撃ってる、それで6点になる、まずそうそうそうザルガン生前、ザルガン生前ですね、ザルガン生前コンボを2回使えばいつかやりたいんだけど、うん、なかなか揃わない。あれはね、幻のコンボ、幻のコンボ、幻と言われたバーンコンボだから、揃わなくいったらありゃしない、あんなことないよ、うん、片方は来んだけど片方来ねえんだよ。あれでしょ、で負けんね、それまでイルルガングへの、うん、剣族、うん、あいつで自殺して1点与えて呪詛砲撃って、うんうん、3点与えて生前で3点与えての7点というそうそうそう、うん、それやりたいんだけどさ、なかなか決まんない、うん、2コスあればできる夢のコンボですね、うん、そうそうそう、やられた人はやっぱいるらしい、いますよいますよ、最近流行ってるというか、うん、やっぱりそうなんだ、見かけますよ、うん、生前ザルガンは。いやでもこれでやっちゃうとブロッカーがいなくなる、この辺はね、あでもうん悩んでますね、悩んでますね、うんうん、うんうん言ってますね、うんうん言ってますよ、うんうん言ってる、人は多分悩んでる時の声ですねこれは、うんうん、じゃこの辺はもう立たせておきたいんですよ、どうしてもはいはいはい、まあで、うん、ここで強制攻撃をしてしまうと、うんうんうん、もうこいつらでブロックするしかなくなってしまうんですよ、うんうんうん、なるほどな、とか言って攻撃の手を休めるのはいかがなものかと思うんですよ、はい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 、そうだよね、まあ殴らなければ勝てないですから、うんうん、しかもね、実は熊で殴ったところでね、4000のやつがいるっていう、実はニルベスがね、まさかの4000なんですよね、こいつね、これ恐怖ですね、ニルベス恐怖です、これ4コスだからね、これ、うん、4コスでこのスペックはね、宝珠もあるし、ハーベスト、うんうん、いやー、ニルベス強いですよ、割とね、まあ、石5個はね、いかない、うん、石6個はやっちゃえ、なんか来た紫の人とかは5個とかよくありますからね、最大でも。ラスプーチンとバルカンスで攻撃してきましたね、うん、これは晴天体制と相殺できるかも、晴天体制と相殺になるな、うん、うん、どうしようかな、あって言ったこれ重装砲撃てるんだね、これでね、まあそうですね、3点確定ですよ、1体削りつつ、まあ石2個を削るだろうから使ってきた、これ使うよね、これも使います、3点、はい、結局こっちの方が痛かったっていうね、通したよりもね、まあね、うん、そこがあれですね、重装砲の強いところだな、うん、あとね、実はね、メインフェーズ2で置くっていうのも手なんですよね、メインフェーズ2で置く、そうね、そう、あとから打つ、うん、うん、そのターンに呪詛砲が来ると思ってないじゃん、うん、だから向こうはこっちのユニットをとりあえずガードして倒しちゃうじゃん、ね、うん、なるほど、で安心したところで打つ、うん、実は持ってたんですってボンと置いて、そのターン使えるから、そうだね、そうだね、1コス3点の使い方、そうそうそう、なるほど、うん、スペルみたいな使い方をする、そういうコス、そうそうそう、だから先に出す人は実はない、そうそう、うん、終わりましたターンがね、はい、じゃあ俺のターンだな、はいはい、よし、家3来るね、いや伸びますね、いやだら来るね、さあさあ行こう、まあ、ここはオーラが 2匹ですからこの6点は確定です、止められないと、さあまあでも私次のターンでこのオーラ2体を何とかしないと、ここでガイランストライク、ガイランがなかったですねもしか1点増やせばいいから、でも1点増やしてもカンウはいるんですよね、そのニルベスにオーラがなくなっても、そうカンウはオーラ持ってます、カンウもどうにしなきゃいけないんですよね、どっちとも今でカンウ有毛オーラなので、うん、有毛オーラあって PK さん、あーもうダメだ、うー、あーここでなんかエルトバウテル
エルトバいないですよ。オーラブレイク。オーラブレイクか。オーラブレイクが来たとしても、リズネルは殴ってもクマに止められるので、ここを止めましょうか。さっきの俺のやつもそうでしたけど、オーラ対策がないですね。でもそのじゃあ分かった、みりんちゃんにチャンスをあげよう。え、お、チャンスだ。1回だけな。1回だ、1回だぞ。はい、うん、1回だけチャンスあげるわ。何、何、何、何。あ、手札0枚です私。俺もだぜ。あ、そっか。あ、これって手札に戻るんでしたっけ。違うよ。あ、違う。あ、クダゲチリ 全滅するの。クダゲチリ自分以外。リズネ以外がいなくなって、ただこいつ復活できる。ラスプーチ今いける。ラスプーチ復活できる。よっしゃ。向こうの猿も復活できる。猿はもう死んでます。あ、猿死んでんだっけ。あ、そうか、なるほど。さっきやんなかったのね。そう、さっきやんなかった。なんで気づかなあえてやんなかった。まあ、石増えてったからね、おかしいなと思ったけど。よし。で、まだ時代4じゃないんで、ラズは動けないと。おっと、2点で殴れるぜ。今チャンスなんですよ。うん、おっと、2点で殴れる。天寿門、天寿門も使えますけど、うん、あ、精霊門、精霊門だね。天寿門も使えるようになったんだ。使えるようになった、うん、ラズのパワーを下げられます。なるほど、なるほど、はい、うん、はい、おっ、あ、計算してるね。計算、手札に何があんだ。何を計算する必要なんだ。まあ、ラスプーチは攻撃できますね、うん、ここは2点だね。そうだね、さっきのターンに戻ってきたやつですからね。うん、お、さあラズーが動き出すまでに俺に7点与えることができるか。まああと2ターンでほぼほぼ動いていきますけど。うん、エイツユニット並べればその分クロック上がるんで。きたー、精霊も加速していく。ゼノがいけますね、これ。ゼノいけますよ。で、次のターン4点か。 おっと、俺が次のターンブロッカー出さなければ有射程圏内。おお、これは予想外の展開。さあ、ゼノが出てくる。うん、想像を使いまくって CA0 にしてから攻撃しよう。試しに、試しに、うん、はいはい、きた。さあ、天寿門が使えなくなりました。まあまあ大丈夫です。ユニちゃん、門が好きなの。はい。それはどういうこそれがデフォルトの答えなんてあるんですね。おーっと、さすがにこれは次のターンで。なるほど、ね、どうしよう。あの1枚がスペルでありますように。そうです。あ、お、え、なに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 、スペルがいいんでしょ。やっちまった、やべ。スペルがいいんでしょ。あ、スペルヒストリーでありますように。なんだったらすげえ嫌がらせでさ、あのカンウでもよかったんですよ、当然。カンウで終わらせてもよかったんですよ、当然ね。速攻ですからやつは。はい、速攻オーラ、うん、速攻オーラ有望ですからやつは、はい、これはソルスの10個だと突破6を持つ、うん、そうです。今だから次のターンで時代がもし発展したら6789、今9枚、はい。まあ、ラズーも動くし、うん、突破6も乗るんで、うん、まあ次のターンがミニちゃんのファイナルターンだったんだね。7点。いやでも今あれですよ、フミチは手札にカードを引いてきてあれを持ってきてるから。あ、いやでももう運のさ、持ってるか持ってないからね。まあ、ラストクロニクルの神にこう。あ、やべ、手札しなきゃいけねえ。うでーす。どこで来んのかよ、お前。手札、危ねえ。危なかったね。ラズ捨てられてるとこだったよ。そしたらオーラであっさり死んでた。ね、よかったね、ラズ捨てなくて。あの時ラズ捨てなくてよかったね。でんでんでん。どうするんですか、これ。ちょっと待って。まあでしょ。いけ。エピックじゃないか。何をやったんですか。どうするんですか、これも。そう。あれ、ウーニス出てくんの。ウーニス出さないでしょ。モンが好きなんです。あー、なるほど。あと7枚揃ったら、あ、でも同じ種類のモンが出てくる。同じ種類のモンが出てくる。ダメです、うん、はい、違う種類のモンに並べてください。突破持ってっからな。キッポリテは出せる、うん、次のターン、俺手札に持ってきたカードを容赦なく石にした瞬間、ヘラニキは突破を持ちますね。そういうことです。ちょっと待ちません。もう待ったろ。
2回待ったろ。